どこの？はい。うん。黄色は開くんだよ。今はThank you.
タボス内で発生いたしました地震現場の影響で行き先を東神奈川駅行きに変更させていただいております。本日に限りまして18時31分の電車は行き先を東神奈川駅行きに変更させていただいております。新型コロナウイルス感染症対策について
ことを行い、どのようなことを考えているか、またまで電車を自ら発信をしまして、皆様にお伝えさせていただきました。プラスアルファで入れていくと。
高くて声のでっ
リーナ、thank you.
この点を見て。
は市議会議員候補が正人でございます。どこいる？でも言うて普通じゃない？このせい。食べる？
の渡辺源太郎でございます。花巻の皆様こんばんは。大きなマイクで失礼いたします。ただいまこちらの一角をお借りいたしまして、町田市議会議員候補渡辺源太郎が街頭演説をさせていただきます。ご清聴賜りますようよろしくお願いいたします。渡辺源太郎は3時10分の市から出ているものに大きなの貢献をしております。渡辺源太郎でございます。誰もが失われていない人生を支えるように言っております。渡辺源太郎、渡辺源太郎でございます。
うん。